い、皆さんこんにちは、アムズチャンネルです。毎度毎度いいところで番組が終わってですね、古神道の世界に入った磯さんのその後ということですね、はい、まあぶっちゃけてますけど、古神道の世界はいかがでしたでしょうか？あの出会いがありまして、はい、表の世界と裏の世界、うん、まあ裏っていうと語弊がありますかね、うん、まあ、人前にあまり出ることなく、大切な場所で、古来から伝えられてきているその古神道の教えを言行されている方っていう、そういう存在と出会ったんですね、うん、これはご縁ある方のお葬式に行った場で前に座られた方が、そういう私の師匠でありその先代だったんですね、まあ、その方との出会いがあって、南紀熊野、ちょうどその三重県と和歌山県と奈良県の県境付近でですね、古神道を学び、その教えを実践するというような道に入りました、うん、で、まあ、これは古神道の教えの中核的な部分っていうのはいくつかあるんですけれども、まあ、この全ての命が共に響き合っているっていう、この辺を絵面というか頭だけじゃなくて、体で体験してほしいっていうことを師匠がおっしゃいまして、すっごく純粋な方だったんですよ。一度たりともその自分の世界を、まあ、お金にすることもなく、まあ、一生懸命に本業していると回るものは回るっていうことを信念に持ってらっしゃいましたし、そういう方の下で、20年以上ですかね、長っ、勉強ができたっていうのはすごくありがたいことだったなっていうふうに思うんですけども、いろんな行を積みました。例えばこう山にの中から上がる雲を見て、その下に何があるかっていうことをこう測っていくっていうような教えもありましたし、ひたすら石、巨石に手を両手をこう置いて、石とコミュニケーションするっていう、ものもありましたし、あと虫行っていうのは虫ですね。夏の夜に、まあ、ふんどし一丁で瞑想に入るんですけれども、蚊に刺されちゃ う, そうです。普通にしてても蚊に刺されるのにお酒をちゃんとかぶります。でその中でこう瞑想したりとか、何、虫に刺されても食べることなく瞑想しなさいみたいな、そういう学び。そうです、そうです。でもその時は私自身はもう限界に痒かったんです、うん、そうですよね、はい、パンツの中にムカデが入ってきちゃった。痒いもんは痒いよね、痛い、あ、でその目を開けるなと、合図をするまで何があっても、内側に入れと、うん、内側に入れったってムカデはもう股間に来てるしみたいな、目が入っちゃうね、結構大変な行を積まれてるんですね。そうそう、これはみんながやったのかなって思ったんですけど、うん、やるのは君が初めてだって。だから私の師がアレンジしてくださった行を現代風に初めて体験させていただいて、で、まあ、その時に一緒に酒かぶってますから、そういう師匠はどんな風だって思って目を開けちゃいけないって言われてたんだけど、うん、うっすら目を開けて横を見たんですよ、うん、そしたら、うん、師匠には虫の一匹止まってない、
でこの辺で意識の世界がその自分の目の前の世界にどういうふうに投影されるかっていうことの可能性を見ることになります。なるほど。私自身が体験してないので、そういうこともあるのかなっていうような感じですね。まあ、そういったことをはじめ、例えばもう断崖絶壁、落ちれば80メーターの谷の底っていう、その絶壁で片足立ちして目をつぶるとかですねそれはそう、私はそう言ってると私がやったみたいに聞こえるとよくないんですけど、私はその断崖絶壁の3メーターぐらい手前で腰が砕けました。そうよね、正直ですよね。だってさ、言えるけどね、やったって言っとけばいいのに、そういう人ダメなんですよ。私は、後でお話する新生科学の勉強、いや、いちいち最初の話からね、全部その正直なんですよ。この今やっております新生科学の学びがですね、自分の中に嘘偽りがあるととても入っていけない世界だっていうこともありますし、まあ古神道の世界もそういう世界だから、さっき言った前にこの自分を見せて後ろにこの自分を隠すっていうことが、その許されない世界が、許されないっていうか許されてるんだけど、自分自身がそういうふうにすることで今とは違った自分にその移ろっていく、うん、そういう道があるんだってことを知ってからは、やっぱりその自分の中が照らされて自分の中に二元性を見た時はその場で改めるっていうことにチャレンジし始めたんですね。うん、古神道の世界を通じて、もう10年が経った時に師から一緒に頑張ろうと、まあそういうそのちぎりを交わした時っていうのは、あなたも自分の考えで神事を主催していいよっていう合図だったんですね。免許改伝です、はい、でそれに基づいていろんな場所で市は主に熊野の確たる部分をで神事をやる、でそこからいただいた火を持って全国のその聖地を駆け巡って火をつなぐっていう、火をつなぐっていう棺の神事っていうものを、そうだ、それで天安に来てくださったんだ。そうなんです、そうなんです、そもそも、はい、あの時は天安村っていう場所がね、やっぱりその東北に向けてのその要所の一つの可能性があるなっていうことでお邪魔して、いろんなこう神様のとご挨拶をさせていただく中で、平将門という方がですね、まあ、このそばにも常峰山っていうところがあって、そこが非常に大事な場所だったっていうこともありますし、茨城県の国王神社と並んで天栄村にやっぱりこう平将門の奇跡があるのかなっていうようなことを感じて、お邪魔したんですけど、やはりそのお鍋神社っていう、そうなんです、非常にその霊的な神社で、桔梗姫のねご神事させていただいたのを覚えているんですけれども、まあそういうようなことを含めて全国のいろんなところでこう神事をして、回りました。で2014年にその師匠が、これは密教なんだったんだけれども、2014年からは少し我々の活動を外に向けてその出していくと、でそれがまあこれから起こってくる世に向けて一つ大事なメッセージになるといいねっていうお話だったもんですから、2014年から私も講演活動をし始めたんですね。でそういう中でいろんな方とのご縁もいただいたんですけれども、余裕を持ってその自分が講演で、熊野を中心として日本全国を
自分なりにその古神道の学びで得たもの、実体験を通じてその私の中で育まれたものをですね、皆さんとこう分かち合ってたんですね、2014年から。それでそれなりのご反響もいただいて、私自身も幸せな気持ちになってたんですけど、その頃また金融マーケットにいた頃と同じような苦しみが自分の中にこう湧き上がってきてたんですよ。うん、っていうのは私が伝えてるこの話っていうのが本当の意味で、これからやってくる地球の大変容に向けた答えに向かってるのだろうかっていう疑問が自分の中にもうふつふつと湧いてきました。っていうのは自分が学んでる古神道の中に、これだったら、今まで経験したことがないような未曾有の変化がやってきたとしても乗り越えることができるっていう確信がなかったんですね。っていうか乗り越えられないだろうっていうようなことしか思い浮かばなかったんです。ってことは私のお話を興味を持って聞きに、来てくださってる皆さん、しかもその日本人の心の言語たる古神道を背負ってお話してるお話なんですね。でも そこで話してることっていうのが、例えばそのニギハヤヒの御事というのは、本性は何者かとか、セオリス姫、というのは どういう存在なのかとか、そういう言ってみると現れの世界 でその神を追ったところで、私たちがその未曾有の変化に対応できるような鍵っていうのは隠されてない。例えば自分がニギハヤヒの何者かをはっきりと掴んだと、じゃあ私はその来るべく世の中の変化についていけるかと、ノーだったんですね。ってことは経験を踏まえてですけども、その知った気になって、まあその講演に行くと先生っていう立場になります、で皆さんはこちらを向くし、私は皆さんの方を向く、その中で私が知ってることをお伝えしている。でもそういうこれから人の方を向いて話す方々、私を含めたです、が本当に大切に、するべきことっていうのは、私自身が話しているこのお話っていうのがただ皆さんのその一つの勉強の糧になるだけではなくて、やってくる時代に対して自分がその話を聞いたことで本当に乗り越えられる何かとそれはつながってるのかっていうところを聞く方も真剣にやっぱりこう考える時代がやってきたと思いますし、話す側もやっぱりその答えがイエスだったら自信を持ってお伝えすればいいけれども、もしもある時にそれがイエスじゃなかったってことに気がついたんであれば、壇上から一度は身を引くべきだというふうに私は思ったんですね。というのは、これから私たちに用意された地球規模、まあもっと言うと宇宙規模の変化っていうのは人類にとって決定的な大事な場面として起こるんです。ほら来た。だからその決定的に大事なことっていうのは何かっていうようなことをちゃんと理解した上で学ぶべくは学ぶということ、その位置につかなければ何も始まらないって思うんですね。で、私はお伝えしてた、私なりに一生懸命やってたんです。だけどかっこよかったですよ、そうね、こういう格好じゃなくてさあれはねダメなの、もうね、かっこよかったですよ ねちゃんと衣装もね準備してくれる方がいらっしゃって、あ、そうだったんですね。そうそう、素敵でしたよ。そう、新刊磯正人みたいな、またやっちゃったんですよ。前に見せる自分と後ろに引く自分の二分化が起こったことに気がつかなかったの。でもこれはね、ファンもいたんじゃないですかね、恥ずかしながら。ねえ、これが痛い。要はね、やっぱりその聞く方の方こそこれからはサニワであるべきだと。
まあ、その差に渡るものはですね、まあ、熊野で作業の勉強をさせていただきました。で、目の前の人がどことつながっているのか、それと同じ周波数に自分の意識を持っていって、それを読み取るような世界だっていうふうに師は教えてくれたんです。で、ところがこれからやってくる時代の変化、これに応ずるべく本当に私たちが作業すべくは、目の前で話している人や目の前で起こっている現象を、それを受け取る私たちのありようが、これから起こる本当の変化に対して答えやヒントを持ったものなのかっていうことを本気で探しないと間に合わなくなる。もう時間がないってことですね。そうですね、終わってしまう。で、本当のものこそ学ぶのには時間がかかるんです、うん、だから4年後にことが起こるとすれば、4年前から学び始めなければ間に合わないってことを知らないと、私はあの方の話を聞いて何か私の中で動いたの、だからもう大丈夫っていうようなものが通じる世界じゃない時代がやってくるってことを本気でね、まあ、皆さんと受け取っていけたらいいなって思うんですね。というのは私は超えてないから、まだまだ私はね、もう皆さんと同じ側にいるんですよ、うん、ただ、まあ、この後、まあ、その新世紀科学の話をさせていただきますけれども、はいはい、新世紀科学っていうものが何たるかっていうようなことを自分なりに、理解する道を踏み出したことで、やっぱり、これから起こることの大きさ深さで、そこに、向けての本当に私たちの在り方そのものが問われる。で、それは一言で言うならば、全員一からやり直しって話なんですでもさ、見てる人でさ、おっと、スタートラインにも立ってなかったってね。そうそう、そういうことよね。そういうことです。まあ、それはもう本当に先生たちも壇上から降りる勇気と覚悟、うん、そしてそのみんな先生じゃないですか、うん、で、子供に対して母は自分が先生だっていうふうに、ね、そうですよね、みんなどこかで先生ですよね。そうなっちゃってる、うん、でも子供の方が先生だったっていう意識だったりとか、うん、もしくはその本当に大切なことを学ぶとき、もしくは次元の違う英知をその受け取っていくときっていうのは、全員がその一からやり直し。だから私も生徒、あなたも生徒、でもみんな知らなかったほどのすごい世界に入っていくっていうエキサイティングな話だと思います。はあ、4本目にいよいよやっと本題に入るんですけどもう面白かった、もう3つも取り終わっちゃったんですけど、これから新世紀科学の話始まりますよ。はい、ということでありがとうございます一番大事なところですかね。そうですね、ね、地球を含めた宇宙なんですけれども、高次元の世界ってどんな世界か、体験したことのない身にとっては、はい、